国鉄ワーム6万系貨車は、日本国有鉄道が1961年から製作した15トン積の貨車である。本形式を改造した事業用車や400型についても、本校にて記述する。輸送体経験代価を基として、先に製作された汎用の二軸有害車ワーム7万系の設計をもとに、設計の合理化と機械二役への適合等を重視した。 設計変更がなされた車両である。1963年までに8,580両が製作された。ワム7万型に代わって、シャー急行列車の専属運用に用いられたほか、汎用用途の有害者として、わら1型が開発されるまで製作された。国鉄の各線区で後半に用いられ、私鉄発注の同一設計車も存在した。 1984年2月1日、国鉄ダイヤ改正の貨物輸送体系転換で、汎用的な運用は停止され、1987年の国鉄分割民営化では、事業用車代用として8両の海が、東日本旅客鉄道九州旅客鉄道の2社に、承継された。これらの車両も、2001年までに全車が除籍されている。 積載荷重15トンの二軸有害車で先に量産されたワム7万系の設計方針を踏襲しつつ、組み立て工法や大枠構造など各部に合理化を起とした対応がなされる。車体はワム7万型と同様に外部構造を全構成とし、スマメント側扉にはプレス加工工板を用いる。ブロック組み立てを採用したこともワム7万型と同様であるが、 本形式は、最終工程の部材接合をも溶接で施行し、ワーム7万型で残存していたリベット接合を廃した。側扉の開口部幅は 400mm 増の 2700mm に拡大してフォークリフトなど、200機械の使用に配慮し、側扉上部の、カモイ部分には、雨どいが新設された。床板は、在来の有害者と同様の 50mm 厚の、切板。 室内の内張りは 20mm 厚のキータである。軽量化と製作価格低減に留意し、各部材には自動車用鋼板など汎用規格の鋼材を多用する。爪板も共用化の観点からワム8万系のものを流用したが、1961年後半からの車両では専用品の爪板部材に変更されている。本形式はワム8万型より、 車体幅が狭いため、初期の車両では、幅の広いつま板と側面との接合部に段差が生じ、側面が凹んだ形態となった。床面積は15.9平方メートル、内容積は38.1立方メートルで、ワム7万型と同一の積載空間を確保しつつ、時長をわずかに軽減した。屋根は、ワム7万系の角屋根から丸屋根に変更された。 これは断熱性能確保のため、屋根板と室内天井板の間に空気層となる感激を設けるための措置で、屋根を支えるたるきは屋根板の内側に移された。大枠は、ワム7万型までのちょうど大、ちょうど大樹で車体を支持した構造を廃し、パレットに役対応試作車ワム8万型で試みられた大枠構造を改良の上で採用した。従来、 荷重と引っ張り力のみを負担していた側枠を車服いっぱいの外側に移し、車体指示をも受け持つ構造に変更したもので、在来の二軸有害者と異なり、側面から側張りは見えない。車軸を保持する軸箱盛りは大枠に軸箱盛り樹と称する部材を新設して接合され、バネ釣り受けは横張りに移設された。軸巨は、 従前の形式と同一の 3900mm である。軸受けは平軸受け、軸バネの指示機構は二段リンク式である。ブレーキ装置は補助空気ダメ並びにブレーキシリンダと制御弁当を一体化した、KC 型自動空気ブレーキで、国鉄貨車が汎用的に搭載するものである。留置ブレーキは、片側の側面に足踏み式のブレーキテコを設ける。 最高速度は時速7 5トルである。国鉄や4 0 0系や4011986年5月24日、高崎三沢駅1961年の制作開始直後から急行車扱い列車への専属運用に充当され、従前の専属運用車は無7万系の大半を本形式で置き換えた。急行車扱い専用車は、 側扉部ラブに期間色の急行表記を付したほか、車両記号表記は特殊表記符号、木を前置し、極むと表記して識別した。この表記は1965年に廃止され、以後は国鉄前線で一般貨車との共通運用にも当てられて、汎用的に使用された。国鉄工場に常備され、配給者として、 部品配送に使用された車両も一部に存在した。当該車両は車体に白色の帯を表示し、常備工場名と配給車代用の表記が付された。国鉄末期、貨物列車の輸送体系を転換し、ヤード集結系輸送から拠点間直行方式への改装が起とされた。この方針は1984年2月1日。 国鉄ダイヤ改正で実施に移され、大量の不要車両が発生することから、本形式はわら1系、わむ7万系、虎5万5000型などの形式とともに使用停止の措置が取られた。本形式は他の余剰車両とともに、機能を停止した、操車場などの構内に、留置の後、蓄次除石処分がなされた。大半は解体処分されたが、一部の車両は、 倉庫などへの活用を想定して売却が実施された。1987年の JR 以降では、日本貨物鉄道への承継は皆無で、JR 東日本へ5両、JR 九州へ3両の合計8両のみが承継された。これらは、事業用車代用として使用されていたもので、拳銃車を用いた、域内各拠点の大ばかりを構成する作業の際に、 補助機器の輸送や係員の天井に用いられた。一部にはユニットサッシュの二段窓を側面に設けた車両も存在した。これらの代用車は、拳銃車の使用機械現象で用途がなくなり、最後まで残存した JR 東日本の南や北運転所所属の3両が2001年4月に除籍され、形式消滅した。ありがとうございます。